今日はトーマンバナナを収穫した後、北側のタイベジタブルバナナを植えてある上の竹やぶに来て、枯れ竹を下に下ろす作業をしています。下ろしたものは足で破砕して不織布ポットに入れてバナナ周りに配置するという作業ですね。まあちらっと見ても相当枯れ竹がありますので、まあ不織布ポットがいくらあっても足りないぐらいの腐食資材がありますね。まあ重労働になるので、青い竹はですね、ここに来たたんびに1本ずつ切って斜めに倒しておいたりしています。1本ずつでも伐採していけば、冬の間には相当青竹を減らすことができますからね。で、枯れ竹は順に腐食化していく。あとまあ来年ですね、タケノコも出てくるでしょうから、古竹を整理しておけばタケノコも、まあ、タケノコ掘りは家内の仕事ですが、タケノコ掘りも楽になりますからね。さて、下に落としてやったのを破砕してまた不織布ポットに詰めて、下のバナナ列の周りに配置する作業を続けていこうと思いますね。古竹を下ろして割って不織布ポットに詰めるのは今日は3つだけにして、これから向こうの山の坂道に行って腐葉土を集める作業をしてこようと思います。来年のバナナ苗のポット植えのためには、まあ、こういう粗雑な腐植物ではなく、もっときめ細かい腐葉土と言えるようなものがたくさん必要なんですね。まあ、それを集めに行って、あとは家内の作業が終わったら、午前の農作業は終わりにしようと思いますね。